今日はワットチェンマンというお寺に来ます。グラブでタクシー呼びました。もうね、着いてるみたいです。ワットチェンマン到着しました。ここね、ここどこだっけ、チェンマイができた時になんか当時の王様が作ったお寺みたいで、ソンクラの時になんか使う大理石の仏像とあと水晶の像があるらしいんですけど、それを安置している結構ね大きなお寺です。あ、でもこれそうだね、行ってみようか。なんかレンタルとかないかな。そう、タイのお寺はね、長ズボンじゃないと基本ダメなんですよ。でも結構入れてくれることも多いんですけど、ここはどうでしょうか。ここになんかクリスタルブッダと大理石のブッダの説明があります。なんか2500年前とか書いてますけど、そんな昔なの？ブッダ、あー、あの入り口のところにお坊様もいたんですけど、特に怒られたりせず入れてもらいました。めっちゃかわいい。お、ゴロンした。こちらはちょっと入り口のところだけにしました。なんかすごい神聖な感じなんで、さすがにちょっと中までは入らないで外から拝みました。猫入っていっちゃった。自分土曜日生まれなんで、この仏像が自分のシンボルです。なんでこちらにコイン入れました。あ、ゾウさんいました。そうでした、これを見に来たんでした。すごい、土台がゾウさんになってて、その上に仏塔があります。結構ね、迫力あります。植木もゾウさんになってます。ほら、かわいいでしょ。こちらにもブッダがいます。お祈りしてこの周りを
回ってる方がいます。多分ね、それがちゃんとしたお祈りの方法なんだと思います。さっきむっちゃワンコに吠えられて、やっぱね、吠えてるワンコはちょっと危険なんで、狂犬病とか嫌だから、ちょっと時間を置いて移動します。参拝が終わったんで、今度はターペーモンっていうところに行ってみようと思います。なんかね、すごい観光地みたいです。トゥクトゥクでターペーモンまで連れてってもらいます。綺麗なお寺ですね。到着しました。ターペーモン到着しました。本当に普通の門ですね。鳩がいっぱいいる。むっちゃ鳩がおる。これソンクランの準備してるんですかね。うわ、鳩臭い。むっちゃ鳩の匂いする。チェンマイ、このヒラヒラした布をすごい飾るみたいです。どこ行ってもね、これありますね。あと抜いてくれ。あそこなんだろう。ソンクランのなんか、ワールドソンクランってここでやるんだ。なんか奥のところかかってますね、文字が。おお、綺麗。うわー、すげえ、鳩だらけ。なるちゃん見て、鳩止まるんだ。すごいすごいな。みんな餌やってるんだ。うわ、これすごいな。ヒッチコックの映画みたい。うわうわ、おお、これはちょっと鳩嫌いです。ここはもうこれを見るだけの場所なんだね。うわ、もういいですか。もうここは十分じゃないでしょうか。あのおじさんが餌を売ってて、で鳩を集めたら、あの棒みたいなんでバーッと飛び立たせるみたいです。もうこんなもんでいいですかね。じゃあちょっとね、こっちのなんか賑やかそうな通り行ってみようと思います。ちょうどホテルもこっちなんで、ソンクラン準備がはかどってます。あそこホテルかな。ランタンがむっちゃ綺麗。これあれかな、葉っぱ。タイムショップ見る。おしゃれなショップでした。
あれここもそうじゃない、ここも、あ、そうだよ、むっちゃ綺麗です。この青いタンク多分ソンクラン用ですね。ムエタイのジムみたいです。ここで多分試合もやるんですね。チェンマイはゾウさん の, あの乗ったりするやつもあるんですけど、アユタヤで僕ら2回ぐらい乗ってるんで、まあ、それは今回はいいかなと思ってます。ちょっとマーケットやってますね。言ってたらまさに目の前にエレファントジャングルサンクチュアリーっていう看板が出てました。これでも受付かなんかかな。またお寺がありました。ワットブパラムって書いてました。ここ入り口、あのライオン顔が3つあるやつになってます。数メートルおきにタイマ屋さんがあります。お外でフットマッサージやってたみたいです。サイアマヤチョコレートかな。チョコレート屋さんだよ、ここ。入ってみる？うん、入ろう入ろう。ポメロのチョコレートもあります。こっちのマンゴーチリもすごい気になります。これはあの3種類入ってるらしいです。バナナとココナッツミルクとドリアンだ。カオソイ味もあります。全部可愛くて美味しそう。可愛いトートもあります。チョコいっぱい買っちゃいました。1万円分ぐらい買ったかも。チョコいっぱい買いました。ちょっとおしゃれなカフェとか、ああいったあのクラフトチョコレート屋さんとか、あ、ここもすごいおしゃれ。こういう感じがね、すごい京都っぽいというか、まあ古都の感じですよね、古都の。こちらにもお寺があります。この道まっすぐ行くとね、あの昨日行った朝アヌさん市場とか、あとももっと手前にあのおとつい行ったところ、チェンマイナイトバザールと、カレラナイトバザールがあります。仏塔でかいな。ムエタイパンツいっぱい売ってます。チョコレートが買えてよかった。なるちゃんがチョコ大好きなんで、どっかでね買えるといいなと思ってました。ちょっとね、駅前にあった、駅前っていうかホテルのそばにあったあのおしゃれゲーなカフェのとこ行ってみようと思います。ここもマーケットだね。うん、ここもおしゃれですね。
今着々と夜の準備が進められてます。みんな毎日夜が来たら片付けて、夕方が来たらまた商品並べてっていう感じで出してます。すごい大変ですよね。ホテルの近くまで戻ってきました。あ、これハードロックカフェだったんだ。気づきませんでした。ちょっとね、ここのおしゃれなカフェに行ってみようと思います。カクテルを注文しました。中でタイマーも売ってます。でもね、巻いたやつはないのかな。めっちゃおしゃれ。こっちは小さいひまわりみたいな感じで、こっちはなんか赤い花がついてます。いただきます。うん、おいしい。ここにね、タイマーついちゃってます。リメンバー。まだ閉まってるかもしれないですけど、昨日のラムレーズンアイスちょっと食べに行こうと思います。あれね、マジでうまいんですよ。やった、開いてる開いてる開いてる。アイス食べよう。今日はね、タイティーとあのラムレーズン両方2スクープ買いました。いただきます。うまい、最高。ザ・スクープというお店です。雨降り出しました。今日はジョン・レノンがかかってます。こっちはレッド・イット・ビーかかってます。またさっきのバラを売る女の子を会いました。ここに戻ってきてました。ドリンクできました。太いパッタイが食べたいんですけど、どう注文してももうこの細麺になるんですよ。どうしたらいいんだろう。なるちゃんはスープ頼みました。スープね、すごい味濃くて美味しいです。お団子も入ってます。なるちゃんが注文し直してきてくれました。ウーバーしました。じゃーん、うまそう。閉店間際だから米もりもり入れてくれたな。これ今日チョコこんなに買いました。なるちゃんもいくつか買ってて、総額1万円近くになりました。トロピカルフルーツはこんな感じで、バナナとココナッツミルクとドリアンがアソートになってます。今ココナッツミルクとバナナ食べたんですけど、どっちもすごい美味しいです。ココナッツミルクはフレーバーは結構、ダークチョコレートで、中に繊維でココナッツが入ってました。でバナナの方はミルクチョコレートで、すごいフルーツ感が強かったです。でもう一個がこのドリアンなんですけど、これねちょっと食べてみたいと思います。あ、美味しい、美味しいです。ドリアン僕あんまり好きじゃないんだけど、ドリアンの悪いところを全部取ってます。なんかまあ一言で言うと、ね、臭くないです。フルーツ感だけ残して
いい感じに仕上げてます。だから、ね、ドリアン嫌いでもこれ食べれるんでおすすめです。なんでそんな顔してるの？なんか、ダメだったドリアン。ちょっと苦手。これ苦手だったら本当にドリアン嫌いなんだね。いや、なんか、うん、本当に、うん、チョコレートで甘いものって思って食べてるんだけど、うん、なんかチョコの香りと不思議な風にマリアージュして、うん、なんかね、すっごい玉ねぎ味のチョコを食べてるみたいな感覚になってて、そういう、でも自分はカオソイ味の買ってたじゃん。いや、あれは、まあ、まだ食べてないし、食べてない、カレー味のチョコが好きになる。マンゴーチリ味食べてみたいと思います。辛い、あのマンゴーチリ味そのまんまマンゴーに唐辛子かけた味なんですけど、自分的にはマンゴー感が薄くてひたすら辛いチョコ、自分的にはさっきの方が良かったかな。それカオソイ味、うん、なんかしょっぱい食べ物の匂いがする。チョコの匂いじゃないんだ。ん？カオソイのカレーの味がする。結局カレー味なんだろう。あのカレーに隠し味でチョコ入れたのが思いっきり隠されてない感じです。うまい、うまいはうまいんですよ。全然ダメじゃない。好きな人は好きだね。うまそう。いつもの屋台で買ったフルーツです。今日はね、なんかパンにおまけしてくれました。で、お父ちゃんにお供えしてなかったんで、このフルーツとチョコレートをお供えしてます。